Hey guys, welcome back to Alice's channel. We're still at part 4, chapter 1. Please leave any feedbacks or comments below. Give me a like and subscribe. And also, let me know which character you want me to, you want to see me play for the final part 5. And I will do it. Yeah. Even if it's just one person who mentioned just one name, I'll do it. どれだよ、あんた? 金英町で、ある男を探してる。牛島のマスターが言ってた人か、あんた。町の人たちも不気味がってるぜ。平和な金英に揉め事持ってこないだよね。俺が探している男は、一見この町に溶け込んで暮らしているが、誰もその男の過去を知らない。元プロ野球選手である過去を。心当たりが知るわけねえじゃん。知るわけねえじゃんか。気を抜くとまだ東京の言葉が出るんだな。元名古屋ワイバーンズ背番号47品田達夫、お前に頼みたいことがある。お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。Oh wow, I didn't know it was already the end of part one. I mean chapter one. Anyways, I'm just gonna save it.And we'll continue playing. I'm gonna try and do as many main quests before I can't do anymore, and then they suggest you, they will let you know before you before you finish off the part 4 or something like that. So when that happens, I'll do all the side quests.お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン、その真相を調べてほしい。これはその時のお前のホームランボールだ。誰なんだあんた。まだ近いところにおるはずだ。探せ。返事は後日聞こう。おい、ちょっと待てよ。これどうして待ってね。サヨナラホームランの真相ってなんだよ。あれは実力で打ったんだ。真相なんて何もねえよ。高杉さん、今日もですか。勘弁してくださいよ。さあ、返事を聞かせてくれ。ちょっとあんた、一体何なんだよ。つうか、靴も脱いでくんねえしさ。昨日も言ったでしょ、15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよ。じゃあ、なぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン筒と野球賭博の容疑をかけられ、球界は永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。
これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになればこのアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万って、あんた一体何者なんだ。それは言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか、金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたら、あのね、あの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくねえんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事を断ると言うんだな。当たり前だ。ほら受ける。おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それで？その仕事受ける。お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か。借金とこれとは無関係でしょ。あ、そう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は？とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。な、何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨日お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうが、いくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるがな。あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの沢田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おお、いわゆるサイン盗ってやつか。ではなぜ球界を追放になった？野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってた？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。
この人が立ち会い人だ。了解。それじゃまた連絡する。しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから違うって言うならお前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。断るならお前の指。とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。Wow, that was really interesting. I never thought he got set up, and I didn't realize he has such a big storyline or past, if that's the correct word, or history into his life. Poor guy though. If he was such a famous baseball player and that happened to him, he lost his career. So, poor, really, poor guy. So, Yeah.
So I think this is the beginning of the sub-quest. Not sub-quest, side-quest. Or mini-quest. Or mini-story-quest about his baseball life. So let's do this. Cross, I can get Father! Not like that! Yeah! Last shot. Oh my god, I was so lucky, I swear. Yeah.
いや。The side story. I'm gonna do just one video on the side story, including the training as well. So that if you guys want to watch it, you guys can watch it. If not, just skip to the main quest. マジっす。さっき街頭テレビで言ってました。よりによって藤田かよ。ないわ。まあ、俺もビビりましたけど。それにしてもあいつまだ監督やってたんすね。終わった、来シーズン終わった。ギガンツなんなんだよもう。え、ギガンツ監督藤田って。ちょっと今の何の話ですか。お？いや、ギガンツの監督があの藤田に変わるって。そんなことが。本当だってば。街頭テレビ見てみなよ。さっきまで流れてたから。どうも。So a lot of side quests popped up, but as I said before, I'm going to just do the main quest with a little bit of battle as well. So with him, I always try to grab a weapon, regardless. Oh yeah, and there's always this pipe. Oh, there's still one guy. I got 2,000 yen. 2,000 yen is actually a lot of money to me at this stage. So I'm gonna just go down right here
to the next part of the side quest. 監督。こうしてプロ野球界に帰ってこられましたのも多くの方々の努力とご支援があってのこと。遅すぎる春はないと信じ、日々地道に努力を続けてまいりました。多くの人々に希望を与えられるよう頑張ります。こいつ、あの野球賭博事件の時のワイバーンズの監督だろう。いや、監督復帰できたもんだわ。しかもよりによってあのギガンツが監督になるとは、名古屋の人間バカにしとるのか。何も知らないくせにバカが。ああ兄ちゃん、俺らに言ったのか。ああ、いやいや、そんな。親の出からワイバーンズ一筋の俺らに向かって何も知らんだと。あいつはな、ワイバーンズ時代に不正行為をしとった名古屋の面汚しだわ。そんな証拠どこにもねえだろ。監督は騒動の責任を一手に受けて。あ、すいません、つい。ちょっと顔かしゃ、おら。Poor guy. Really, poor guy. I really feel sorry for him. すっきりしたぜ。今年のワイバーンズの成績にはよ、ドエリアストレス溜まっとってで。野球ぐらいでムキになるもんじゃないな。あ、いって。でもあなたが負った痛みに比べたら俺なんて。A phone call. Cool. あ、たっちゃん、今ええか。うん、まあ。どうしたの、元気ないがね。実はお店の子たちとクリスマスキャンペーンのケーキ作ったんだけどさ、お客さん少なくて余っとるんだわ。よかったら食べに来おへん。そうだな、行こうかな。じゃあお店の屋上で待っとるね。 So I'm gonna go and grab some cake from Milky-chan. Milky-chan, I'm comingWhere's Milky-chan? Milky-chan's this way. Oops, this way. Oh, そこの兄ちゃん。逃げんな。逃げろ。ちょっと。お手合わせ願おうか。Oh, victory roll call. すごいやつだな。I don't think I can take this guy on though. It's pretty hard to fight. Whoa, this is a really good punch. Yeah, level 6. At least it's unlimited. I think I'll just keep using this pipe. And then we'll just go to right here and we'll look for Milky-chan. Milky-chan, I hope you're waiting for me. タッちゃん。なに、タッちゃん、その傷。
別に大したことないよ。なんかあったの？ミルクちゃん、忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね、覚えとりたいことの方が少ないがね。そっか。時々ね、自分のことを誰も知らん町に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ。俺もそう思ってこの町で生きるようになってもう15年。懐かしいがね、たっちゃんが初めてこのお店に来た日。あの日は寂しくてしょうがなかった。誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。ほんで着いたのが私、確かフリーの50分。ミルクちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよね。そりゃそうだわ、それが仕事だで。そう、ミルクちゃんにとっては仕事でも俺はミルクちゃんのぬくもりに触れたから変な道に進むことなく踏みとどまれたんだ。それなのにねえ、二人でどっか行っちゃわない？明日の始発でこの街を出るんだ。素敵ね、映画みたい。知らない街に行って知らない人間になってさ。どうせなるんだったら私小学校の先生になりたいがね。小さい頃の夢だったんだわ。なれるさ、絶対なれるって。別の自分でも俺は何になろう。あ、そうだな。はい、フリーで40分。はい、今すぐ降ります。ありがとね、たっちゃん。さあ、向き合わないかんわね、現実に。ミルクちゃん、もう逃げるには遅すぎるんだわ。Poor guy. He has to face reality. And that just is. And that is just life. Life is full of reality. I'm gonna go to the office and pick up some items. So we'll just go this way. It's a fair bit of walk though, I just realized.This is the publishing office. Am I missing something here or? Ah, there we go. There's the guy. Okay, now time to go home. So they're blocked off.The area, so we're going to just go straight ahead.
I think this might be a sub story. Let's try it and ignore it. Oh, there's the guy. It could be also a, was it a, it's the one where you take photos. I forgot what it's called. Why me? Man, I'll show you who's boss. Too hard. I think they actually shaved their eyebrows and then they painted like the forehead with like a black spot. That's why you see like two eyes on top of the two eyes. I think it's like a traditional thing in Japan. I'm not trying to bag or anything, but yeah, it just looks hilarious. So he's gonna train me for weapons. He's a master of weapons. I can go to him and ask him for training. So I'll probably do that for another video. Probably with my side quest videos as well. I mean sub stories. And then side stories will be another separate video. So I'm gonna just keep walking straight. We are almost home. Home is just around the corner. Just right here. So time for a good night's sleep. Where's the bed? There we go. Yep, go to sleep. Ohayo, Takasugi-san. Kyou mo hayai desu ne. Omae, zuibun sukkiri shita kou shiten janai ka yo.風俗場に一発寝てもらったのかお前。ま、似たところかな。あの男の依頼、受ける覚悟がついたんだな。もう過去から逃げたりしない。
どうせ逃げられっこないんだ。どうして俺が球界を永久追放されなきゃならなかったのか突き止めてみせるよ。そもそも野球賭博に関係してると疑われたきっかけは何なんだ。当時ニュースになったとはいえ15年も前のことだ。俺もよく覚えちゃいねえし、少し説明してくれねえか。15年前のワイバーンズギガンツ戦、9回裏2アウト一打サヨナラのチャンスに、ワイバーンズ藤田監督が代打に送ったのは、それがプロ初打席となる無名のルーキー、つまり俺だった。対するピッチャーはギガンツのエース澤田。澤田の必要なカーブを俺はカットして粘り、そして運命の7球目、澤田が初めて投げたストレートを俺のバットが捉え、打球はスタンド席に吸い込まれていった。俺の人生で最高の瞬間だった。だがそのホームランにケチがついた。そう、その翌日、あのサヨナラホームランが不正行為、サイン等の結果によるものだったとして取り消されたんだ。相手チームのサインは見てはいけない。見えたとしても解読しようとしてはいけない。それが野球の掟なんだ。お前がサイン等を行っていたという証拠でも出てきたのか。 VTR に映ってたとか。いや、そういうわけじゃない。ならどうして。俺がギガンツのサインを盗むように命令して、スタンド席からそれを俺に伝えるように指示されていたという男が名乗り出たんだ。そいつの証言が元でプロ野球連盟と警察が捜査に乗り出したってわけ。誰なんだそいつは。俺の高校の野球部の後輩だった。俺から多額の金をもらって引き受けたけど、両親が咎め自首したんだってさ。だがお前はそんな命令をした覚えはないと。当然でしょ。金を渡すどころか何年も顔を合わせてなかったのに。じゃあそいつがお前に濡れ衣を着せたってことか。なんでまた。さあね、俺もなんでそんな嘘をついたのか、その後輩を問い詰めたけど、結局何も聞き出せなかった。そのすぐ後そいつは行方不明になっちまったしね。なんだと。まさか他の誰かに消されたってことなのか。さあそれはどうだろう。どちらにしろ俺一人では真相を探れそうにもなかった。とにかく俺はその日からずっと自分の過去から目を背け、風俗ライターとして生きてきたんだ。はあ。ん？お前さっき警察の捜査に乗り出したって言ったか。サイン等ってそんなに重い罪なのか。ことが野球賭博に関係していると見られたからね。一選手が打率を上げたいがためにやったことならまだしも、でかい金が動く組織的な賭博容疑になっちまったし、挙句チーム全体にまで捜査の手は伸びることになった。ってことはひょっとしたらお前個人への恨みとかじゃなく、ワイバーンズを潰すために仕込まれた罠だったって可能性もあるってことか。そうだとしたらそれは結果的に失敗だね。あの事件で球界を追われたのはチームでも俺だけ。それにあとは藤田監督が騒動の責任を取らされ辞任に追い込まれただけだ。藤田か。そういや昨日のニュース見たか。東京で監督に復帰したみたいだな。15年前にワイバーンズの監督を辞任してから随分長かったな。この人はあの一件で俺以上に人生を狂わせちまった人なんだよ。あんなに俺によくしてくれたっていうのに。お前が一軍にいたのが一日だけならそこまで世話になる関係もねえだろう。
そんなことない。二軍で腐りかけていた俺を見つけてくれたのが藤田さんだったんだ。二軍の指導法じゃ俺本来の良さが出ないって言って直々に指導してくれて、そのアドバイスがあって俺は一軍に上がれたようなもんなんだ。恩師みたいなものだったってことか。でもそうか、考えたことなかったけど、藤田監督を失脚させるために俺を利用したって可能性もあったのか。だとしたら俺本当に自分が情けないよ。恩をあだで返すってこういうことを言うんだね。まあ本当の狙いが誰であれ、事件の裏で必ず得した人間がいるはずだ。ってなきゃ無名の選手をはめる理由なんてねえからな。とりあえずだ、当時のチームメイトとかに片っ端から聞いて回るってのはどうだ。球団を辞めてからチームメイトとは一切連絡取ってないんだ。さっきも言ったように、あの一件でチーム全体にも野球賭博疑惑がかかったりして、今さら合わせる顔もないって感じなんだけどね。唯一知ってるとしたら、球団専属のマッサージ師だった人が金栄町にいるんだ。マッサージ師？おい、それってもしかしてお前が金を借りてるあいつのことか。うん、宇野さん、今小さな鍼灸院やってる風俗狂いなんだけど、チームメイトからの信頼は厚い人だった。その鍼灸院の場所は帯板通りと紬通りの交差してるあたり。早速行ってみます。Wow, such a nice story. So he's gonna follow me, and we are going to acupuncture clinic. Honestly speaking, he is underleveled. But I'll try my best to survive and bring out the best from him.With his current strength, by running and hiding from enemies. Ah, here's the clinic. ここか。いるかな、宇野さん。ま、入りますか。宇野さん、いる？留守、閉じまりもしねえでのんきなやつで。宇野さん、またどっかの風俗行ってるな。だったらここで待つとしよう。すっきりしたら戻ってくんだろ。それが今宇野さん、すっきりできるお金ないんじゃないかな。俺から3万回収しようとしてたくらいだから。じゃあ何しに付属行ってんだよ。そんな時は決まって写真見学回り。永遠にお店をはしごして写真を見てるよ。じゃあいつ帰ってくるかもわからねえじゃないかよ。探しに行くしかないね。禁煙に何店舗あると思ってんだよお前。宇野さんは新人好きだから、新しい子が入った店をしらみつぶしに探していけば会えるはず。So we need to go around and look for the guy. So there's a message for me here.
So just a weapon shop. いらっしゃいませ。Go to the one at the north because it's closer. Two new girls again. Wow, that guy's such a plan. So we'll probably go to the nearest one, which is just around the corner. So we need to go to the other building. Oh. Wow, so far. I should have called a taxi. そこのおっさん、逃がさねえぞ。This guy.遊ぶ気もあれせんのに来るんじゃにゃよ。なんでだよ。冷やかし大歓迎って表に書いてるだろ。これでも30分も写真だけ見とるやつがどこにおる。お、見つけた。死ねた。返せ、すぐ俺の3万返せ。本物の新人発見したんだ。しかも業界未経験、平成生まれ。
働きなよ宇野さん。鍼灸院ほったらかしてこんなことばっかりしてるから。てめえが言ったことか。さあ返せ。ちょっと待って、今日は聞きたいことがあって。金が先だ。俺が立て替えて払ってやる。いや、いいっすよそんな。なんで、風俗行けるんだから立て替えてもらおうよ。俺はお前と違ってヤバいやつには関わりたくないんだよ。別に借りるわけじゃなくて返してもらうんだから。嫌なこった。ああいうやつは一度関わると骨の髄まで食い物にされちまう。だがお前からいつかきっちり返してもらうからな。参ったな、唯一の手がかりなのに。品田、あいつの携帯番号教えろ。え？もしもし、宇野鍼灸院さんですか。実は今から施術をお願いしたいんですが。はい、一番長いコースで。はい、よろしくお願いします。He's such a good actor. あのエロ親父、風俗代が手に入ると思ってウキウキしてたぞ。じゃあ鍼灸院に戻りますか。Let's go back this way. So when you go all the way straight. Wow. 気をつけろよ。ひなた、大丈夫か？なんとか。危うく死ぬとこだったぞ。本当だよ。全くどうなってんだ。 Yeah, that was really strange. Anyway, we then just keep moving straight up. Wow.Looks like he's very unlucky. Something's happening. What is this today? Luck is bad enough. I want to go home. Hey, look at that. Talk about bad luck. Oh, there. いらっしゃい。で、お前か。お金ならちゃんと払うよ。あの闇金屋の金だろ。その闇金屋ならここにいるけど。宇野さんの客としてなら問題ないでしょ。横になれ。15年ぶりだな、お前の体を見るのは。俺も性感以外のマッサージを受けるのは現役の時以来だよ。宇野さん以外に筋肉触られたくなかったしね。トレーナー冥利に尽きる言葉だ。宇野さん、どうして球団専属辞めちゃったの。宇野さんほど腕のいいトレーナーはそうはいない。球団も必死に引き止めたでしょうに。チームに帯同して日本中の風俗巡りできるのは良かったんだがな。朝が早かっただろう。だから早朝割引が使えなかったのが悔しくてな。まあそういう面じゃ今の方がありがてえよ。まったこんな時まで冗談言わないの。クビになったんだよ俺も。15年前、お前が追放されたのとほとんど同時期だ。
俺の他にいい球団専属トレーナーが見つかったからって突然電話で解雇を言い渡されたんだ。開幕前に契約延長して少なくともそのシーズンは専属が決まってたってのに、その直後いきなりクビだなんて言われたんだ。知らなかった。お互い過去の話はしなかったからな。それなりに花のあった野球界から突然掘り出されて、何が何だかわからないまま気づけば15年。こんな生活もお互い板についたもんだよな。で、聞きたかった話ってこんなことか？いや、宇野さんさ、例えばの話なんだけど、俺が球界を追放になって誰か得した人っていると思う？どうした？お前からそんな話振ってくるなんて珍しいな。得をした人間？いるわけねえだろ。監督、選手、ファン、誰もいいことなんてあれしなかった。おまけにヤクザまで損したもんだ。ヤクザ？覚えてねえか。お前の八百長容疑がきっかけになって野球賭博が一斉摘発されたの。ああ、そういや。当時この辺りで賭博の利権を持ってた2つの組もよ、摘発のせいでしのぎ削れなくなって名古屋から撤退したって話だ。2つの組？ああ、東と西のでっかい組だよ。東上会と近江連合だっけ。昨日牛島さんの店でその組の人たち見たよ。お前、あん時のプロ野球選手だってバレたらぶっ殺されてもおかしくないぜ。大丈夫だよ。金鋭で俺の過去を知ってるのは宇野さんだけだし。なんであんなことが起きちまったんだろうな。みんなただ野球をやってただけなのに、何が野球賭博だ。結局宇野さんに聞いても手がかりなしか。よし、調整完了。久しぶり、体軽くなった。当たり前だろ、俺を誰だと思ってんだよ。悪いね、宇野さん、変なことばっか聞いちゃって。ま、おかげで風俗代稼げたぜ。じゃ、ありがとう。ん？おい、品田、携帯忘れちまってんぞ。な、宇野さん？思い出した。まさかあの時の携帯のせいなのか。ん？携帯がどうかしたんですか？ほら、さっき話したろ、15年前俺が突然クビになった時のことだ。実はあの時も今みたいに選手がマッサージルームに忘れていった携帯を届けたことがあったんだ。はあ、誰の携帯？あれはそう、確か真鍋だ。真鍋の携帯だった。ああ、真鍋さん。真鍋っつったら当時ワイバーンズの4番打ってたあの真鍋か。そうだ、あの時真鍋は携帯をなくして大騒ぎしていたんだ。これ誰の携帯だ？その日マッサージルームに忘れてあった携帯を見つけた俺は急いでロッカールームに持って行った。そしたら、おい、どこだ？俺の携帯がなくなっとるぞ。誰か知らんか、おい。真鍋さん、これ。チャーキー、なんでてめえが持ってるんだ。真鍋は俺から携帯を取り上げると必死になって何かをチェックした。ちょっと真鍋さん、ありがとうの一言くらい言ってくれても。ちょっと真鍋さん。それよりおめえ
携帯の中見てねえだろうな。あの時の真鍋の目、あれは普通のもんじゃなかった。携帯の中には何があったんだ。さあ、あの頃は俺もまだ自分の携帯なんて持ってなかったから、使い方がよく分からず何も見やしなかった。だが今思えば、あの時の真鍋の態度はちょっと変だった。ひょっとしてその携帯、野球賭博に関係していたとか、メールで指示が来ていたとか。ありえるな。あんたは野球賭博に関するメールを見たと疑われ、それで球団をクビになった。そうか、そういうことだったのか。真鍋さんを調べてみる必要がありそうだね。今何してるかわかる？確か5年ぐらい前に引退したよな。ああ、その後いろいろ事業を起こしたんだが、ことごとく全部失敗して、今は狩場町で小さな焼肉屋をやってる。焼肉屋か。一度食いに行ってやったら追い返された。そう思うとますます怪しく感じてきたな。焼肉屋、俺も行ってみるよ。ありがとう。Hey guys, I'm Anna here. Thanks for watching everyone. Please leave any feedbacks or comments below. Give me a like and subscribe. Thanks for watching everyone.